充管でもって操縦者がこのロボットのアームを動かしているというところです。ちょっとカッコつけたポーズをしてくれてますね。あのこのポーズうまくできるっていうのも、あの別に AI でコントロールしてるわけじゃなくて、操縦者があのこういうポーズうまくいけるかなって試しながら操作してみた。ではちょっとあの大きな動きをしてもらいましょう。はい、大きな動きをしてくれてます。この操縦桿の操作してる手の動きちょっと見ていただければと思いますけれど、ロボットの腕があれだけ上がり下がりしているのに対して操縦桿は実はそんなに大きく動いてるわけではありません。おおむね直径20センチぐらいの範囲をあの操縦者は動かします。要はあの小さな動きで大きなロボットの動きにつながるというような操縦感覚になります。はい、で、右手の画面ですね、こちらの方あのロボットのカメラの映像がそのまま映っています。で操縦者はあのこのテレビに映ってる映像をあのヘッドマウントディスプレイ、あの VR ゴーグルですね、これにあの投影させて、直接このロボットの視界であのロボット自体を操縦しているという状況です。で、あの首が結構動いてると思います。これもあのヘッドマウントディスプレイの動き、操縦者の首の動きに合わせて、ロボットの首が連動して動くようになっています。なので操縦者が右を向くとロボットも右を向きます。で、たまにうなずいたりする動作もあったりするんですけれど、あの操縦者が見て OKOK と思うときにうんうんとついうなずいてしまったらロボットも一緒にうなずいてしまいます。この後またあのデモンストレーションの方あのもうしばらくしたら開始させていただきます。ぜひともですね、この2つの画面も含めてですね、ロボットの動きと見比べながら、見ていただければ ありがたいかなと思います。よろしくお願いいたします。お越しいただき誠にありがとうございます。これより近い将来に鉄道のメンテナンス作業を行うであろう多機能鉄道重機のデモンストレーションをご覧いただきます。ではこれからデモンストレーションのお手伝いをしていただけるお客様を募集したいと思います。2階からロボットに道具を渡すお手伝いをしていただきます。お手伝いをしていただけるお客様は手を挙げてください。
機についてご案内していただいております。親御様はご一緒に上がっていただいても、その場の場所でもご覧いただいてもどちらでも構いませんのでお願いいたします。現在 JR 西日本株式会社神技一体日本信号株式会社の3社は、鉄道工事作業における安全性向上と生産性の向上を目指し、人型重機ロボットと高所作業車を組み合わせた多機能鉄道重機の開発に取り組んでいます。多機能鉄道重機は作業を行う人型重機ロボット、人型重機を操縦するための操縦席、そして専用のクレーン車で構成されます。クレーンの先に搭載されたロボットがクレーンで作業箇所まで近づき、現在は人力で行っている高所作業を人の代わりに行うことができます。このロボットの特徴は、人間自らが作業しているかのような直感的な操作性にあります。操縦者が操縦桿に力を加えると、その力を何十倍にも増幅した力をロボットは出すことができます。また操縦者は VR ゴーグルを装着することで、ロボットと同じ視野を持ち、ロボットが受ける重みや反動が操縦者側にフィードバックされますので、直感的な操作が可能です。さらに操縦者は車両の操縦席から人型重機を操縦しますので、地上にいながら安全に高所の作業を行うことができます。こちらにございますモニターには、操縦者の様子と操縦者の視界の映像がリアルタイムで映し出されます。右側が、操縦者の視界の様子、左側は操縦者の操作の様子となっております。ぜひ合わせてご覧ください。ではこれからお客様からロボットに道具を渡していただきたいと思います。赤いスポンジ棒を用意していますので、ロボットに渡してください。なお、あちらのスポンジ棒は人型重機が作業現場で持つツールや作業をイメージしています。それではお願いいたします。ロボットがスポンジ棒を受け取りました。まずはスポンジ棒を左手から右手へ持ち替えていただきましょう。スムーズに左手から右手への持ち替えができました。それでは、さまざまな動きをしてもらいましょう。続いて手すりの上部を軽く叩いてください。
次にスタッフが上げた手にスポンジを当ててもらいます。ではそろそろスポンジ棒を戻していただきましょう。無事スポンジ棒を返すことができました。では次のお客様に先ほどとは少し位置を変えてスポンジ棒を渡していただきましょう。このようなその場に応じた対応というのは AI やセンサーをいくら駆使しても自動運転技術で実現することは困難です。ロボットの力制御により人が直感的に操作できるように制御しているからこそこのような臨機応変な作業が可能となります。それではスポンジ棒を返していただきましょう。無事スポンジ棒を返すことができました。今回京都鉄道博物館の特別特大切符をご準備しました。あちらをロボットに検索してもらいます。それではお願いします。ロボットが切符を受け取りました。切符の内容を確認してもらいましょう。切符を切ってくれました。それでは切符を返却していただきましょう。臨海線の切符を返さないでパッパッパッと早いです。切符を無事返却することができました。こういうことがあります。
次のお客様には少し渡す位置を変えてもう一度渡してもらいましょう。無事切符を切ってくれました。それでは切符を返却していただきましょう。このロボットはこのような細かい動作にも対応することができます。では皆様、ご協力いただいたお客様に拍手をお願いします。ありがとうございました。今回は人型ロボットの作業性を感じていただけるよう簡単なデモンストレーションを実施しました。鉄道設備のメンテナンスは高所などの危険な箇所での作業が多くあります。しかし設備は多種多様であり、機械による自動化だけでは対応しきれません。私たちは人があたかも自ら作業している感覚で直感的にロボットを操作できるようにすることで、さまざまな作業の機械化を目指し実現に向けて取り組んでいます。多機能鉄道重機の高所作業のイメージはデモ終了後モニターで流しますので、ぜひご覧ください。これにてデモンストレーションを終了しますが、この後質疑応答の時間を10分程度お取りしています。ご質問がございましたらこの場に残っていただければと思います。どうも本日はありがとうございました。